こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は新山いずこの鐘ぞです。いずこからともなく聞こえてくる山寺の鐘の声、知らずいずこの寺ぞ風小生を送り来たるという語があります。白隠慧鶴は明け方の鐘の声で悟りを開いたといいます。枯れわびた古寺の鐘が深い禅の境地を暗示しています。だから新山いずこの鐘ぞを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。